なおちゃん、あ、消えた誰か。こんにちは。今日からナチュラルビューティーキャンプの決勝が始まりました。こんにちは、みっちゃんさん、こんにちは。皆さん、星投げカウントよろしくお願いします。ついに今日が始まりました。ついに今日が始まりました。ありがとうございます。これ反映されるの、まだ今日の12時からスタートですよね。ドキドキや不安や、ドキドキしてます。安信さん、おはようございます。おはようございます。みどりさんもこんにちは、こんにちは、こんにちは。お昼です。お腹すいた。いつでもお腹すいてる舞です。いや、昨日はね、ディズニーシーに行ってきました。AKB の先輩、大先輩である、鈴木まりあちゃんと、あと、この前舞台で一緒だった根岸愛ちゃん、パスポの子なんですけど、その子と一緒に行ってきました。現在今3位ですね。すごいお強い皆さん。決勝です。今日が決勝スタートになります。今日から、4月6日から15日まで3人でじゃないや、何人いるんですかね。このなので皆さん、ちょっと前も本気モードでいきたいと思います。そう、ソシショウさん、こんにちは。眉毛さんもこんにちは。 SK の元メンバーと話せて光栄です。あ、私光栄です。このお部屋に来てくださって光栄です。うん。村岸ピケさん、こんにちは。うん、チュータさんもこんにちは。ユーケイさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。皆さん、星投げカウントよろしくお願いします。今日から屋久島に行けるイベントですか、このイベント。そうですね、屋久島で撮影させていただける企画になってます。撮影したものが1ヶ月間、渋谷ハチ公口かなのところに1ヶ月間乗ることができます。仕事中だけどちょっと抜けてきたよ。ありがとうございます。ザザブリの中散歩中。え、雨降ってるんだ。まだ外に出てもない。ずっとベッドの中にいました。まいまい、こんにちは。旦那さん、こんにちは。はい、みんなカウントありがとうございます。おしなげもありがとう。ちょうど昼休み。わーい、ありがとうございます。西日本は雨ですね。あ、そうなんだ。え、じゃあちょっとしたらこっちも雨降るのかな。やだな。夢の国楽しかった。めっちゃ楽しかったよ。超楽しかった。やっぱ夢だね。
秀樹さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。さあ、どん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 ポイントを稼いで上へ目指しましょう。皆さん、こんにちは。みんながいっぱいカウントをしてくれてる。超寝起き、寝起きなのでなんか声もガラガラだし髪もボサボサだし今ちょっと恥ずかしい。ヤンヌさんは天然でしょ。そうなんですよ、めっちゃ天然で、なんか引いてはないんだけど、すごい天才だと思った。ここまでの天然は金子しおり以来、むしろしおり以上なんじゃないかというぐらい天才ですね。でもめっちゃ話し合うので楽しいです、一緒にいて裏切らない人ですね。転んじゃったのは大丈夫。あ、そう、転んじゃったの、めっちゃ転んだ。すごい大胆に転んだ。町の人たちが大丈夫ですかって話しかけてくれて、東京の人は優しいんだなと思いました。しかもさ、なんかお風呂入った時めっちゃ染みて超痛いの、めっちゃ痛いんだよね、染み染み。でもなんか長いスカート履いてたからまだ直接じゃないんだけど、それでもこんなに、あー痛いよー、真っ赤っかです。ピンヒールだったの、全然ヒールじゃないんだけど、なんか若干厚底サンダルみたいなの履いてたんだけど、なんか普通にこけた、どんくさくなりましたね谷まりかって本当に繊細なん繊細だよ、もうガラスのハートだよ。すぐ落ち込むし、すぐ泣くし、かわいい。まいちゃんの方のお祭りってクレープ出るの？うちの方は出ない。あ、やっぱ出ないとかあるんだ。なんかね、この前一昨日ぐらいに、竹下通り、原宿の竹下通りに行って、目的はお花見だったんですけど、え、すごい、今2位になったけど、え、待って、12時から始まったよね。開始9分、開始10分で1位までの差が9万ポイント、すごいな。1位の人誰？すごい強者がいるぞ、頑張りましょう。そう、なんだっけ、竹下通りに行ってクレープ食べたんですけど、クレープを竹下通りで食べたの初めてなんですよ。なんか周りめっちゃいっぱいあって、これは食べなきゃってなって食べたんだけどね、なんかそれで一緒にいた、あの女の子に、あのお祭りでなんかお祭り以来だよみたいなこと言ったの。そしたらなんか、え、お祭りでクレープ出るみたいな話になって、出ないんだみたいな。なんかその子は関東の子なんだけど出なかったですね。トニーさん、マイマイこんにちは。こんにちは。マイちゃんとタニちゃんと梅ちゃんのやりとりは雨かゆ、最高のエンターテインメントやった。ありがとうございます。動画かな？あの動画のやつかな。寝起きでもこんなに可愛いとは。いや、可愛くはないよ。
あ、ファンルームにフルコースの仕方載せてくれてたよ。あ、見なきゃ。これさ、携帯で見てもさ、いいのかな。ファンルーム。あ、来た。これをコピーして、あ、消しちゃった。やん、やんやんやん、ペスト。すごい、フルコースのやり方をね教えてくださった方がいて、フルコースのやり方です。名人さんですね。配信開始1時間半前までに星をマックス貯めます。配信の開始30分前までにどこかのルームで視聴ボーナスの星をもらう。これが捨て星です。そして配信が始まったら1回目の星投げと50カウントをする。今ですね、1回目の星投げ、自分の持ってる星と50カウントをします。で、他のルームで星を 95×5 集めて投げる。ここでセミコース2周ですね、2周が完了。で、さらに、星は、さらに他の、ルームで星を 95×5 集めて投げる。これでフルコーラス、フルコースフルコース完了ってなります。なんで始まる1時間前にマックス星を貯めないといけないですね。35年の生涯で参加した祭り、ほぼ 100% クレープ売ってたよ。北海道、あ、北海道はじゃあ売ってるんだ。こんにちは、今日は振り替えの休日です。リューチェルさん、じゃあ今日は一日フルで応援できますね。リューチェルさんは、キムカズさん、こんにちは、こんにちは。ちょっとこんな声ですけど元気ですテンション結構上がってます。のんじいさん、なんかあんまりやる気感じない。え？やる気感じないって言われちゃった、失礼いたしました。え、なんでだろう、悲しい。そんなこと言われたらもっとやる気感じなくなんかなっちゃうよ。え、やる気いっぱいでよ。めっちゃ大雨になってきた。まゆげさん、おう、東京も雨かな。この後、後に天気予報見ます。曇り時々晴れ、風がめっちゃ強いみたい。あ、今日の夜から雨ですね。やだーん、やだーん、出ないけど。スケイあるある教えてください。なんだろう、スケイあるあるってなんだろう、わかんない。え、うちのイオンのクレープ屋さんおいしい、アイスのクレープ買って、ん、用事足して帰ってたら溶けた。やっちまった。あー、溶けるよね。わかるよ、わかるよ、わかるよ。のんじんさん、また後でね。お仕事頑張ってください。シャリダーさん、1位との差、タワー11本分、クマ105 105等分ねえ、すごいよねこのスタートで。ちょっとこの1位の方の配信を見に行こうと思います。私とのこの違いを
ランキング1位大脇ちゃんが異常にハイテンションでやってるからな。あ、え、大脇ちゃんもやってんの？あ、あのくるみんさんって方ね、すごい強い方だちょっと見に行ってみよう。あ、すごいレベルが高い、めちゃレベルが高いんですね。しかもやっぱ綺麗、かわいい、かわいいとか言ってめっちゃ見ちゃってる。すごいすごいすごい、これ私も星投げしちゃったら応援しちゃうことになっちゃうの、ダメだね。星を投げちゃうところでした、危ない。確かにかわいい、綺麗綺麗とか言って見ちゃった見ちゃったじゃあまいちゃんも頑張りますイベントとリンクしないけど30日の詳細は決まりましたか？まだです、まだですゴールデンウィークになる疑惑です。たっくんさんこんにちは、ワンダフルワンワン、こんにちはワンダフル、ありがとうございます。ピンチさんかな、初見です、こんにちは、わらびもち、ありがとうございます。わらびもち大好き、あーお腹すいた、わらびもち食べたいそれはあかん、いやいや負けてないですよ、そんなことないですよ。次の配信までにメイクしてちょっと可愛くなってきますです。またちょっと30日か分かんないですけど、ソロでイベントがあるので、そのイベントの日に向けてあの決めていきたいと思いますので、詳細は少々お待ちください。1位の人に星投げてこよっと、じーじー、前おこですよ。あっちしかもカウントする隊のメンバーとかビッグスポンサーもついてますからね。あ、そうなんですか、上級者になるとビッグスポンサーとかもつくんですか、すごいですねいくら丼さんありがとうございます。少ないけど一周とカウントだけ置いてきます。少なくないよ、ありがとう。まあよこ、怒るとシワ増えますよ。うん。一位の子可愛いけど、頑張ってカウントだけします。してください。え？一位の子可愛いけど、え、一位の子にするってこと？それはやだ。応援よろしくお願いします。うん、まいちゃんに怒られたい、もう嫌い、怒られたいってなんだよ、みんな立てるなよ、立てるなよ、絶対に立てるなよ、うん、ガーン、前々にカウントしてきます、カウントよろしくお願いしますカウント星投げよろしくお願いします。完全にフリやん、フリじゃないよ、全然フリじゃない、
あはは、秀樹さん笑ってる場合じゃないよ。旦那さんも完全に不倫やん。不倫じゃないよ。資材投げ打つ人、へー、たくさんいますからね、応援してくださる方はね。マイマイにも全世界5億人の SKE 箱推しとマイマイオタがついている。そうですね、その方々を信じて頑張ります。ん、みどりさん一周終わった、ありがとうございます。あと2周頑張ってください。どんな子か見に行ったらチューされた。へえ。 SKE 箱推しかも、見てみたい、その力。そうですね、 SKE の底力はすごいよね。私も総選挙で実感しました。うん、ハートいっぱいありがとうございます。おきどきひろたむさん、ハートいっぱいありがとう。よ、苦笑いされた。タワー20本投げる人とかも複数います。へえ、すごい。私もそんな人間になりたい。ちなみに私は SKE が栄の、あ、SKE が栄の頭文字だって去年の夏くらいに知りました。そうなんだ。でも結構知らない人多いですよね。うん、意外となんか東京とかでも知り合う友達に SK って何の略って聞かれること結構あるから、なんか意外と知らないんだとかはならないかもですね。自分はマナさんのとこ行くのやめました。なんでですか。マナマルさんのピアノ素晴らしいですよ。ハート100個受け取って、ハートありがとう。おきどきひろたむさんだ、イエイ、ラブラブ、ありがとうございます。ハートいっぱい、愛でいっぱい、胸いっぱい。ファンはここぞという時の爆発力半端ないからな。そうなんですよね、半端ないんですよね。おきぬきひろたむさん、勘弁してください。何がですか、何がですか。タワー投げるなら握手会や公演行った方がいいよね。わ、なんかすごい消極的なコメントがぐさり。公演も握手会もない、ぐさり、前悲しい、前のダメージ、 HP 残り10。2周目したいんだけど、まえちゃんのルーム離れたくないから、やだやだ、行ってこい行ってこい。行ってらっしゃい。少な、何が何が、タワー20本は勘弁してください。まあでもおきどきひろたむさんだったらね、そうやって言いながらなんか何かしらやってくれるんですよね。まあドキドキ。旦那さん、いっぱい星が流れてくる。いやいやいや、キャー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 、星だ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 。少ないって何だろう、何の少ないだろう。だってまだ SKE のオタやってるんだもん。
なんかリューチェルさんってすごい天然なのか素直なのかよくわかんないですけど、面白いですね。 はい、そういう人がいても素敵だと思います。そういう人がいてもおかしくないですよね。 SKE の応援よろしくお願いします。 リューチェルさんいってらっしゃい。 HP です。あ、私に、あ、HP 少ない、あ、そういうことか。 残り10だからってことね。だってさ、なんか握手会とか行った方がいいとか言われたらもういないから、ちょっと悲しくなっちゃった。じゃあ絶対私の個人個別イベントがあったらリュウチェルさんは絶対来てくださいね。そう、星集めるためには配信中に他のルームに行かなきゃいけないのが厄介。そうですよね。そこで星を 95×5 を取りに行くんですもんね。でも大丈夫、行ってきて。私はずっとここにいるから。マイマイ器でかいな。うん、ありがとうございます。器でかいふりしてるだけだよ。マイマイお初です。ニコラブちゃん、ラブちゃんありがとうございます。ラブちゃん来てくれてありがとう。握手会開催ですね。でも握手会は私がやりますって言っても人集まる？そんな握手会したいですか？ DD だから自然に星集まるよ。 いいですね。え、HP って何の略ですか？面白い答え待ってます。え、何？ HP ってさ、何の略なのこれ？ HP ってよく昔から言うよね。ハート、ハート、なんだろう。ハートパーソナル？わかんないけど。HP って何の略ですか？喉が初見です。ジー、オキドキヒロタムさん、嘘つきです。ジー、嘘つきです。ジー、血走ってる目が。めっちゃ前髪伸びましたよね。長い。切りたい。切りたんぽ。ごめん、同時進行で4面を入れ替えながら星集めしてるを。なんかすごい強者がいるぞ。みどりさんって何者なんですか？マイマイおはちゅです。広島と七広さんありがとうございます。はじめまして。来てくれてありがとう。星投げとカウントよろしくお願いします。1位の人はキャリアが長そうね。そうですね。すごい、なんかルームの順位もすごい高かった気がする。びっくりした。ヒットポイントありがとうございます。ありがとうございます。星投げカウントよろしくお願いします。花粉症がやばいよ、花粉症がやばいよ。私もですよ。今日薬が切れちゃってやばいことになっております。花粉症やだー。全然つわものじゃないよ。めっちゃつわものだよ。すごい。差がどんどん広がっていく。あ、ね、ほんとだ。すごい。もう15万ポイントも差がありますよ。1位との差。すごい。この方、あれもすごかったのに。予選。すごいですね。他ルーム行ってる間、まいちゃん見れないの嫌だ。すぐ戻ってきて。50カウント完了。ラブちゃん、ありがとうございます。フリフリ。ありがとう。
そういえば前にネックレスなくしたって言ってた。言ってた、あた。ネックレスは見つかったの？見つかってない。もう消え去りました。私も諦めモードです。悲しげー。普通にね、なんかお風呂入っても錆びないやつ買ったんだけど、ずっと使えるようにと思って。でも結構長く持ったんだよ。すぐさよならしちゃいましたけど。SK 時代に全役行きました。あ、嬉しい。七ひろさん、ありがとうございます。その時の私は神対応だったかな。でも基本的に私対応は悪くないと思ったんだけど、どうなんだろうな。マイマイイベ楽しんでね、ニコ。ラブちゃん、ありがとうございます。楽しんでイベントやりたいと思います。皆さんにも楽しんでもらえるように、今日はトークな感じなんですけど、カラオケ配信とかもしていきたいと思うので、ぜひぜひ目を離さないでください。単純に1位の人は固定ファンが多いと感じました。そうですね、冷静にありがとうございます。まいまいこんにちは。マー君さんこんにちは、ありがとうございます。マナさんとこもそうでしたけど、相手が48出身だと燃える人が多くて、うん、そういうことか。私が48出身だから、その1位の方のファンの方が燃えてるってことですね。逆にね、私そんな燃えられるようなタイプの人間じゃないんだけどな。東京タワーじゃなくてスカイツリーを建ててもいいですか？いいよ、建てて建てて、見たい。よかったですよ。泣いてる。なんでなんでなんで泣いてんの？言わざる得ない的な感じ。東京タワーじゃなくてスカイツリーを建ててもいいですか？あ、2回読んじゃった。間違えた。1位の人、配信終わってる30分6回かも。へえ。あ、その方がこまめにポイントが稼げるよっていうことか。あ、来た、クマちゃん。今日の初クマ、わー、クマちゃんだー、わーい。クマ来ました、ありがとうございます。誰だろう、眉毛さんだ。眉毛ちゃん、ありがとうございます。そしてマイケルさんもハートですね、たくさんありがとうございます。クマちゃん消えないで、消えないで、消えないで、あー消えちゃったー、消えないで、消えないで。でもやられっぱなしは悔しいので、さすが熱い心を持ってますね。さすが SK ヨタだ、君は SK ヨタだ。ありがとうございます。養育費を払いながら投げます。なんかすごい心苦しい、投げてっていうのが。でも嬉しい。星 5×5 セットもらうためね、30秒ルールに滞在しないといけないから、すぐに戻ってこれないんだよ。そうだよね、30秒私とちょっと離れちゃうのが寂しいってことだよね。チャリダーさん最高、好き、ラブ。30分だと3周が多くできるからね。確かにすごいな。ガリレオさん、星投げ終わり、ありがとうございます。マッチュさんこんにちは、こんにちは。マッチュさん、体がマッチュなの？星集めが取りやすいタイミングとかあるらしい。詳しくないのでよくわからんけど。そっかそっか。僕は SK オタじゃないです。 SK オタじゃなくてもカモンカモン、ヘイカモン、関係ないよそんなの。でもヒロタムさんはあれですよね、マイのこと好きだよね。ラブー。マッチョではないよ、マッチョさん。マッチョになりたいのかな。職場に戻りますね、また。
またね。あ、ちょいポチャだよ。ちょいポチャ好きです。私ちょいポチャが好き。マッチョ大好きだけどちょいポチャが好き。ヒロリンさん、やっと休憩になった。いらっしゃいませ。前のルームはこちらでございます。ヒロリンさん、星投げカウントよろしくお願いします。なんと1位まであと15万ポイント、イエーイ、頑張れ。95×5 セットもらうためには約10分離れなきゃいけなくなっちゃう。そっかそっか、たまるまでにもそんなに時間がかかるんですね。今日は30分かける6回です。いつもはくるみを応援してるので反逆者です。あ、マイケルさん、あ、マイケルさんはくるみさんの応援者だったってことですか。今日は30分かける6回です。いつもはくるみを応援してるので反逆者です。じゃあでもなんかハート投げてくれたよね、優しさ。何、15万ポイント差の、多分今日1日だけで倍以上ポイントが。2時間ピッチの30分かける6回配信だよ。ああ、そういう戦略があるのか。多分今日1日だけで倍以上ポイント差がつくかと。ってことは30万ポイント差になるってこと、1日で。やばたーん、すごい、びっくり、鼻ポリポリ。じゃあ1時間やんない方がいいってことか。ガチガチなんだ、ガチイベント中は。50完了です。イベント頑張ってください。ありがとう、こげロールさんだ。ありがとうございます。声がいい、鼻声フェチです。やっぱ今鼻声ですよね、私。やだーやだやだ、すごいやだ。え、待って、じゃあ30分の、30分の2時間空けってことでしょ。どんなペースでやればいいんだ。難しいよー、統計。それにも一回挑戦してみようかな。難しいけど、すごく本気で勝ちたいなら30分かける6回か20分かける9回。鼻声の時の方が歌が上手くなるらしいです。まあ声出ないからね。1位の人はイベントに慣れてるルームですね。まあ30分で星だけ投げる方がポイントは増えるとは思うけど。すごい、でもこれは見てる人と本当にやる人側の息が合ってないとできないですね。難しいけど、やっぱそれに慣れていくのかな、みんなが。不慣れな私ですがよろしくお願いします。やる気はあるんだけどな、うまくそれがちょっと今見せれてないかも。30分配信だと3週が大変。あ、そうなんだ。どうしたらいいんだろう。私的には1時間を3回やった方が2時間空くからいいんだけどな。
2周終わった。そして制限入った。あら、1位のルームものですが、その気になればフルは20分あればできます。へえ、そうなんだ。コゲロールさん、あ、コゲロールさんは1位のルームの方ですね。へえ、教えてくれてありがとうございます。え、フルで20分でできるんだ。すごいすごいすごい、めっちゃ上級者。なんかすごい、ここでファン同士の会話をしている。コゲロールさん、ありがとうございます。今回は許してね。マイケルさん、気になさらずに。あの、 LINE とかでやってもらってもいいですか？一人がやる気ない。あ、まあそうだね、ちょっと気にしいだからさ。マイ、ツインカウタン、ありがとうございます。10分でセットすればいけます。そうなんだ。3周したよ。おきどきや、おきどきひろたまさん、ありがとうございます。3周3周してくれてありがとう。そう、1位のルームの人たちがね、アドバイスしてくれてる。つまりショールームの人たちはみんな優しいということ。すごいもんね。だって今、今日同じ、ほぼ同じ時間にスタートをして、この15万ポイント差、 そしてもう今配信してないんでしょ。すごいよね、上級者プロ。最速の人は8分で3周するよ。でも10分ぐらいさ、他に滞在しなきゃいけないんじゃないの？参集してくれる人が多いなら30分配信でもいいかもね。でも見てる人側的にはさ、どうなの？なんか楽しい？ツイッターと連動してれば5秒で部屋を出れる。え、そうなんだ。あ、そういうこと？え、でももともとみんな連動してるもんじゃないの？これは大切なのは星集めする時間と捨て星する時間を間違えないことです。そうなんだ。へえ、ツイッターだけでいけるんだ。パソコン使えば5分でできますよ。タブレット、携帯なら15分はかかります。あ、パソコンでじゃあ皆さんプロの方は見てるってことですね。すごい。ほんまのプロや。30分だと星だけ投げて終わる感じだけどね。ああ、そうだよね。確かに慣れてないとやっぱり30分配信だとやり方がこう戸惑っちゃいますよね。でもパソコン使ったら5分でできるんでしょ。私もパソコン持ってるけど、パソコンでの配信の仕方が結局できなくて、今タブレット配信してるんですよね。まあその方が外にも持ち出しやすいという面もあって、その代わり部屋多めに入らないといけない。確かにパソコンなら5分で3周はできるよ。仕事中は無理ですけどね。そうですよね、やっぱ仕事中だからみんなに迷惑かけちゃってるのかな。もっと夜のがいいのかな。勝つためには30分かける6回の方がいいが、ファンとの交流を大切にするなら1時間3回の方がいいな。義務感が強くなるとやめるかもしれない。リュウチェル、心を強く持て。義務感とか考えなくていいですよ別に。まいちゃんの配信スケジュール次第、パソコンをいっぱい部屋を表示する。あー、そっかそっか、いろんな表示ができるからね。
イベント中はイベントのみに特化する感じ。おぎどきひろたまさん、仕事に戻ります。頑張ってください。また後で会いましょう。また参集してね。かゆい。パソコンだと画面を分割できるから部屋をたくさん回れるのです。なるほど、そういうことか。家だとパソコン使えるけどな。みんな今お仕事中だもんね。お休みの時にツイッター連携させてコメント入れていくんだけど、フォロワーに宣伝がバンバンいっちゃう。あ、そういうことね。なるほどなるほど。うちのパソコンは星だから5面以上開けると固まって元のキアヤになる。え、どういうことだろう。細かく時間を分けるのはどの時間帯でも人が来るように設定してます。この時間来れる来れる来れないがあるので。あ、そっかそっか。くるみんはルームレベル329。わー、やっぱそうだよね。3桁言ってたよね。すごい。まいちゃんは23。なんか私さ、すごい前回のイベントで1位になったんですけど、その時に結構あれでなんかレベル超上がったのね。最初2とか3とかだったんだけど、なんかすごいすごいちっぽけに感じる。329、そんなにレベル上げられるんだね。何をしてそんな上げたの。すごいレベル高い。じゃあ私は今レベル高い人と戦えられてるっていうことですね。すごい嬉しいです。いつも来てほしい、投げてくれる人に合わせたらいいかもね。そうですね。うん、今日は早上がりしちゃった。秀樹さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ツイートのタイムラインに宣伝が出ない方法ありますよ。だってみつあさん、すごい、教えてほしい。普段はゆったりイベント中はそそくさと出る。普段はゆったりイベント中はそそくさと出る。あ、そっかそっか。しかし夕方からは現役 SK メンバーショールーム始めるか、欲しい集めがままならなくなる。確かにこの時間配信しないよね。だから3週を覚えるより来れる時間帯に2週するのが一番の目的ですよ。そうなんだ。じゃあ3週を絶対しなきゃいけないというよりは2週した方がいいよってことなの。2週が多い方がいいってことなのかな。俺も仕事をしてなかったら最終3週できる。そうですよね。皆さん仕事中ですよね。でも、まあ、今お昼時間帯をちょっと狙ってみたんですけど、イベントに出たら上がる。ポイントは、まあじゃあ、あのルームレベルっていうか、それはイベントにいっぱい出た証拠っていうことですね。じゃあすごいイベントに慣れてる方がいるので、今回はお勉強させてもらいつつ、私も1位を狙って頑張りたいと思います。自分適当をモットーに応援してるから、休まんとやみます。そうなんですね。自分をしっかり持って頑張ってくださいね、リュウチェルさん。ツイートのタイムライン調べてみます。ありがとうございます。じゃあ秀樹さん頑張ってくださいね。ヒロリンさん、じゃあ仕事に戻るね、夕方見れたら来ますってことかな。ありがとうございます。みんなお仕事頑張ってください。ありがとうございます。星を投げるより舞ちゃんとの交流を大切にしたいから難しいところ。そうなんですよね。私もすごいそれが一番大きくて、イベントでなんかその強何に勝つっていうのもすごく目的として一番大切なんですけど、ファンの方とのコミュニケーションとか、もっと自分を知ってもらいたいということで配信してるのもあるので、なんかすごい難しいですね。でも絶対1位になりたいって気持ちがあったら、
何かをこうね犠牲にしなきゃいけないのかなとも思うし、悲しみどうしたらいいの、難しいですね。でもこうやってやっぱ1位の方に、1位のファンの方なのにわざわざルームに来てコメントして細かく教えてくださるっていうのはすごく優しいし、なんだろう、このライバル心はもちろんあるかと思うんですよお互い。だけどそうじゃなくてこうどこか優しい気持ちでこう対戦できるっていうのがすごくいいですね。なんかすごい腹黒いあの感じでできないというかしないところがなんか私にはすごく合ってる気がしていいですね。マイマイの歌も聞きたいです。マイティ好きでした。くるみんは3ヶ月ぶりのイベントです。だから毎日の定期配信でコミュニケーション取りました。そういうことか。イベント中にコミュニケーションを取るんじゃなくてイベントをしてない時にコミュニケーションを取るっていう方法ですね。なるほど。50完了。タカさんありがとうございます。50完了ありがとうございます。配信時間短いと星投げしかできなくなっちゃう。そっかそっか、まあそうですよね。大体皆さん今スマホとかでされてる方が絶対多いから、そんな5分とかでね回れないですしね。 C さん今回相手が強すぎだからイベントのお勉強と考えてもいいかも。お勉強と考えつつそれに食らいつけるように頑張りましょう。はい、それに勝てたらねミラクルが起きるかもしれないじゃないですか。だから今回もあえてもう2位でいきますよとかそういう感じじゃなくて、一応1位になりたい気持ちを持ちつつ、あの優しい皆さんと共にあの勉強するっていうのを、まあ、元に頑張りましょう。優しいコツコツ大事ね。そうですね、毎日の定期配信というのがやっぱ大切ですね。くるみんルームよりカウントお邪魔します。あ、ありがとうございます。でもくるみんも最初はフレキャンでアリタンに負けました。あ、そうなんだ。あ、アリタンってあの大脇ちゃんかな。チャレンジャー精神で頑張ってかなあかん、あかんね。そうね、頑張ります。やれるだけやります。キサラギさんありがとうございます。頑張れる、私も頑張れる。配信者もリスナーもガチイベの大変さを知ってるから優しくなれる。そうなのか、もう泣きそうだよ。あ、本当だよ。秀樹さん頑張ります。あと毎日アイドルとかついたら上の方に来るからイベントではなく普通でもできるのがやはりいいです。じゃあもう普段の配信から定期配信、毎日絶対この時間にやりますみたいな、そんな配信ができると理想的ということですね。次の枠は何時から？次は15時からの配信になります。あ、今54分だ。アリタンはすごいハイテンションでやってて結構楽しい。アリタンってそのハイテンションのイメージがないんだよな。けど私もどんどんギアを上げていきたいと思います。あと今日はあと5分間ですね。お付き合いよろしくお願いします。あ、 C さんが今カウントしてくださってますね。カウント皆さんよろしくお願いします。15分あれば1日に加算されるから、ふん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 、加算されるポイントを、難しいけど今回もフォロワーを増やして、そして皆さんに楽しんでも、あ、バラだ、ありがとうございます。最後の最後に小次郎さんありがとうございます。わーい、バラだ、ありがとう、嬉しい。綺麗なバラ、お花。
毎日タレントは11日目からになりますね。あ、そうなんだ。へー、トミーさんギリギリだけどこんにちは。今、あー、すごい、桜が来た。なになに、今桜のギフトがあるんだ。わーい、ありがとうございます。トミーさん、ありがとう、ありがとうございます。ギリギリだけど、違う、 A 組さんエントリーされてないのでしょうか。ベテラン、毎日やればお気に入り登録も増えるだろうし。そうなんだ、そうなんだ。毎日配信していいんだ、逆に。したい。次枠のテロップ入れませんか。そうですね、テロップ入れましょう。次は、次、次は15時から OK。 皆さん15時にお会いできますかね。15時、その次が16時からになってます。1時間ずつの配信にしようかなというふうに思ってます。まあ多分私の性格上、絶対毎日この時間にっていうのは多分厳しいと思うので、基本的にほぼ毎日できるように頑張りたいなと思います。結局まえちゃん見たさに50カウント1周しかできなかった。2週頑張ってください、お願いします。3週は別に無理にとは言わないので、いや無理やってほしいんですけど、ぜひ2週とカウント。あー、目かゆい。粘膜ってなんでこんなかゆくなるの、大変。楽しみ、楽しみをね、忘れずにね、頑張りましょう。まあきっと14万ポイントもすぐにグーンとね、こっちかな、いけるように頑張りましょう。旦那さん、了解しやした、了解しやした、ありがとうございます。携帯とかスマホで見ると多分大変なんでしょうね。パソコンで見れる方がいいのかな。髪が伸びました。花粉症ですね。そうなんですよね。すごい、なんかここでのやり取りを、ファンの方同士のやり取りが見れるから楽しい。何時？あ、59分だ。それでは皆さん、15時にまたお会いしましょう。また後でね。ファンルームでお会いしましょう。バイバーイ。